はい、というわけで皆さんこんにちは、佐々木でございます。今回なんですけどね、こちらでございます。はい、見ていただいたら分かると思いますけど、こちら昼型 NAB48 プラスと、そして夕方 NAB48 プラス、そちらのチケットがあるんですけれども、今回の動画はですね、こちらの昼型夕方の2つに、本日参戦しまして、その参戦した様子をすぐ本日乗っけてやろうやないかいと、そういう動画でございます。今時間の方がですね、10月14日木曜日12時55分ですよと。はい、というわけでね、今からね NMB48 劇場の方へ向かいまして、こちらの昼方夕方早速参戦していきたいというふうに思います。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでこれが今回のチケットですね。昼型、こちらが夕方となっております。でこちら両方ともね、この半券の部分、こちらの方の裏側に、名前と電話番号とメールアドレスを記入しないといけないと、そういうことになっているわけなんですけれども、すでに記入はしてあるんですが、さすがに個人情報なんで映せません。はい、ということでそれでは早速向かっていこうと思います。はい、というわけで今ね車で向かっておりまして、今四天王寺前夕日が丘らへんかなというふうに思います。時間の方がこちらでございますということで、もうすぐ難波ということなんでね、非常に楽しみでございます。ちなみにガチャ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 言ってるのは、この後ろのねところに荷物が置いてありまして、そちらの方が鳴ってるということでご了承いただきたいと思います。はい、というわけでね、間もなく難波に到着ということになります。もうこの辺はもうわかるでしょ皆さん。いやー、もう難波ですよ。楽しみ楽しみ。はい、というわけでね、NAB48劇場に向かっていきたいと思います。はい、着いた。 NAB 劇場着いた。はい、今回参戦するのこれですね。こちら昼型で、こちら夕方です。ちなみにですね、この昼型が終わって夕方入るまでが今回の本編となります。時間の方10時13分です。14分になりました。はい、それでは今入ってきたと思います。楽しんでいきます。はい、というわけで出てきました。いやいや、エルフさんと NMB のメンバーの相性マジで良すぎでしょう。いやね、テンション爆上げでアーゲーな気持ちでございます。いや、ほんまに楽しかったな。いや、やっぱりね、いいですね、こういう楽しいイベントっていうのは毎回毎回いいなというふうに思いました。テンションアーゲーです。はいね、荒川さんにだいぶ影響されてますけれども、はい、というわけでね、今回は昼型に行かせていただきました。この後夕方に入るんですけれども、夕方出てきてからだともう間に合わないので、今回はここでねエンディングとさせていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今回の動画はですね、 NAB48 劇場にて行われております。昼型 NAB48 プラスと夕方 NAB48 プラスに参戦させていただいて、そして当日にこの動画を上げさせていただくと、そういう動画でございました。いや、最高ですわ、やっぱ。またね、来月も入りたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。